はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今回はね、安倍さんの暗殺事件の件になります。安倍晋三元総理、魂の抜けた瞬間を見た多くの人たち、おじいはね、本当安倍さんの気持ちになってね、まあ、考えてみた場合、こう撃たれてね、もうこちら側がね、本当あの皆さんの言葉だったらね、あもうずっとこれ硬直してるんだよねって、あそうか硬直かってね、まあ、この状態でうんって感じで、耐えていた、ね、でそっからそうなんだよね、一歩二歩そしてこうひざまずいてね、こういう状態なんで本当にこうやってね、耐えていた、ね、その時って本当苦しくないわけがないね。おじさんね、即死なんだからね、痛いも何もないんだってね、そういうコメントが朝一番来たんで、いやなんて心ないんだと思ってね、人間かこれと思って、痛いも何も感じないって、いや苦しいでしょう。だってこの状態でこうやってなってるんだから、だって苦しそうじゃん、見るからに。でこのあーってでうっていく感じって苦しそうに見えないね。食事なんだから痛くもなんともないんだよってね、いやー心ないなーと思ったんだよ。本当あれだけの時間があるんで、でやっぱ球がねここから入って、でぐじゅぐじゅだったのは、その傷口を大きくしたのはね、その後のお話だと思うんだけど、とりあえずこの銃弾を受けて、で要はこの鎖骨下の大動脈がやられてるわけでしょ。でその時ってこうやって一番太いところがダーッてこう漏れてくわけで、でやっぱりそのね、まあ、肺とかも傷ついていたとするならばね、血がそっちの方にも入っているとするならばね、この出ていったとしても、そのダーッてこう血が循環しない状態って、皆さんもね、子供の頃にこうしてグーパーしたことない？血がいかなくなるとね、パチパチ、そのもう細胞が異常を感じる、神経もね、でここのところでもう循環、こっち側に心臓に戻っていかない、こっから出る一方ね、で要は後ろの背中側の方にね、いっぱい血が溜まっていたってことだったけども、そのこっからピューと出てくるだけじゃなくて、中でそれが起きた時って気持ち悪いのと、あとはその回らないわけだからね、やっぱりスーッて、その貧血とは、貧血のもっと度がすごいやつがね襲ってくるんだよね。だこの気持ち悪いこのグッとやってうっていう、この痛みとこのブワーってだんだん漏れてくね、この気持ち悪さでね、たまらなかったと思うんだよ、その瞬間って。で実際にね、怪我とか事故をやった人でないとわからないのは、おじいもね、ちょうど1ヶ月ちょっと前に、初期の頃に皆さんにお話ししたのが、バイクとかでね、パーンって一瞬で車にぶつけられて飛ばされた話で、その数秒で電子柱かすって18メーターすっ飛んだ時に、頭から落っこってバウンドしてまた頭から落っこったんで、
まあ、シリカンマンも渋いで本当だったら即死してもおかしくなかったんだけど、まあ、奇跡的にね本当、助かった。脅威の世界ってね、上からポーンって落っこって頭でバウンドしてっていうね、シーンがあったんだけど、オープニングであんな感じでね、パーンって一回転してまたパーンしてね行ったのがあって、あの時の時間っていうのが本当すごく長かった、ね、で飛ばされてる瞬間何が起こったかわからないけど、あ、俺飛ばされたって分かって、じゃあどのタイミングでバイクを離さないとね、あのバリバリ伝説見た後だったんでね、あ、今飛ばされてる、どういう状況かな、離すタイミングによって上に来ちゃうからね、でも一緒に行ったらそのまんま行っちゃうからまずいなって、ターン1、2、この辺りかなってパッて話したんだよ、ね、で、まあ、バイクは 18m すっ飛んで自分は頭から落っこってまた頭からっていうね、正直がものすごい長かった。それを考える時間もあったし、で話した、だから何秒かな、1、2、来るかな、来るかなって力を入れてね、来るかなってダーンって、うわー来たー、うわー、で、こんでバターンっていくのかなと思って、で、力抜いた瞬間にまたバーンって来て、あって来てね、2回衝撃来るっていうのはちょっと想定外だったんだよ。頭から行くかもしれないなと思ったから、構えてバーンってまで行ったけど、来たーと思って、で、あとはザーって行くだけだと思ったらダーンだからね。で、その時に本当に家族とかそこら辺がぐる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 ね回ったね、本当で、安倍さんも同じ状況だったと思うんだよ、本当ね。それでね、本当もう食事なんだから痛くも何でもないんだっていうね、まあ本当ね、血も涙もないようなね、びっくりするようなコメントを来たんで固まったんだけど、おじいもね、うん、まあ、この人は平和に過ごしてきた人なんだなと思ってね、本当。なのでね、その苦しい状況から息ができなくなっていくっていうね、要は肺もやられてるでしょ、ね、だから呼吸ができなくて、要はもう遠のいていくっていうね、ほんと呼吸と血の血が回らないっていうね、圧が、血圧、圧がなくなっていくっていうね、でこのドゥワーッと、もう中で血がドゥワーッてなってくって、もうグワーッてすごい気持ち悪いでしょ、ね、だって話の時とか、なんか貧血の時だけでもちょっとガーってなったけど、ガーってくんじゃん、あれがもっとひどいと思うんだよね。それで、その安倍さんが魂が抜けた瞬間っていうのは結構多くの方が見ている。で、その中のね、一人がこの自民党奈良支部の青年局長、桜井さんなんだね。おじいのトークの中でも、ね、何度か出てきたことがあります。で、このインタビューの中でね、この桜井さんはここにいたんだね、安倍さんのすぐ後ろにいたんだね、ここにね、演説台に立つね、安倍総理、元総理のすぐ後ろにいた、ね、で、安倍元総理の講演をして、その後に頑張ろうの万歳三唱の予定でね、控えていたっていうね。それで、待機をしていたんだけれども撃たれた、ね、で、それで安倍さんの、ね、様子っていうのが、何か喋ろうとしていたんですけど、ふっと意識が遠のかれた、ね、これがもう魂が抜けた瞬間、これがね、だ本当安倍さんがね、もう魂が旅立った瞬間をね、見届けた一人になります。で、本当ね、頑張れって声をかけていたが反応はなかった、ね、で、まあ、安倍さんはこの状態からね、
か見てるよね。でバーンが来て、この桜井さんこれだね。ですごいこうやってすぐにね、まあ、あの本当周りから見たらオーバーアクションでうんって振り向いてるけど、この人は本当すごいおっかながるんだね、こうなってね。で2回目がドーンってきて、ここにいるけどここからね消えるんだよね、この人ね。この後のシーンからね、どこにも映らないんだよ、この人ね。消えるんだよこの後。で安倍さんがこのところでね、誰にも視線を浴びてないところでね、この状態でかなりあの苦しい状態、もうここがあのじゅわーってなってくると息が吸えない気胸状態でね、あの肺に穴が開いて、ね、まあ、そんな状態だったんでしょう。でもその気胸状態だったのはね、場合によってはその後の話ではないかなとも思うんだけどね。でここではあの頑張ってずっと耐えてるわけなんで、時間があるわけでね、本当で、その後寄ってってかけていくわけで、ね、でカメラのアングルはこっちに振っちゃうけれども、この後この人もこっち側に向かっていってるんで、安倍さんの方でね、まあ、この人もいたよね。黄色っぽい服があの黒眼鏡の人なんだけど、まあ、こういう流れなんだよ。でこのね、桜井さんが言ってるこの何か喋ろうとしていたんだけども、ふと意識が遠のかれたっていうのはどの瞬間だったんだろうなって思った時に、その安倍さんがこうやってね、こうやってこういう状態でこうなったでしょ。でその時に何か喋ろうとしてるの見れるわけないんだから、ね、やっぱりこう叩いてこうしてね、こうして大丈夫ですかみたいな形でこうしてね、あの起こしてあげて支えて、ね、そこの状態かで、でだこうやってうつむいたこういう状態からね、硬直状態からこうしてあげるってはね、結構ちょっとこう大変なことが、こう縮こまった、この縮まった少しでもこう押さえてるこの状態からこう開くことになるんでね、またブワーッとなるし、まあね、おそらくこう支え上げてこうした時に何かを喋りたかった、でもふと意識が遠のいたのではないかなと思うんだよね。それで、そのままあの支えてて、であのそーっとこう下ろしてくるんだね。その時にあの頭を持ってるね、クレメガの人があの下りしてるか頭を持っててね、前にもいたでしょ人が。でその時の押さえてる状態、まだ背びれを着てる状態の時にあの手がね、こう、 あのこういう状態だったので、ね、だからもうこのこうやって押さえて、こうやって上上げてこう押さえてる時にふっと行かれた。それで、あの AED とかね、そういうためにこう頭をそーっと持って、でもあの時にはもう魂が抜けてるよね。それでその後あの順序を見ると、寝かせて、で、これのっていう風に時系列言うとつながってくるんだよ、今まで見ていた中で。なのでね、安倍さんが亡くなった時は、あの安倍さんをあの方が支えていてね、本当にこう頭持ってたあの人が本当に支えてくれてたんだね、本当ね。で周りにいた人も寄った時に、この支えた時に何か言おうとしたけど、ふっと意識がもう遠のいたっていうのを周りの方がこう見ている、ね、で そこにいた人たちが何だっけ、 PTSD だか何だっけになるならまだしも、あの場で治療に当たった救急隊員とか慣れてるはずの
そういう人たちの何よし救急隊が6人ぐらい PTSD になった中ですね、なぜっていうね、もう魂が抜けて旅立っちゃった安倍さんを見て、精神的にね、来てしまった。それはなんでなのかなと思ってね、ちょっとわからない。そこの現場で体験していた人、本当に間近でねその瞬間見た人とか、そういう人たちだったらわかるけど、そこで救護活動していた人と、あとは救急隊の人って言ったら、救急隊の人は後から来たわけだからね、魂が抜けた後に。だからその人たちの中でなんで出てくるのかなと思って、ちょっとそこはおかしいよね、どうしても納得がいかない。でやっぱ皆さんの今まで来たコメントの中から見てみると、そのなんで救急隊の人もなっちゃうって不思議だよねっていう。救護に当たっていた一般な人だったら分かるんだけど、でなんでかっていうと、救急隊の人たちっていうのは、まあ、当然ね、現場で傷とかも見てるわけだしね、そこに関係していた人、その20何人ね、のうちの6人ぐらい救急関係だか。だからやっぱりそれぐらいひどい。まあここのところはおじいもね、無修正これやるときにね、うわーと思ったけど、見た方もそうでしょ、思ったでしょ、 あれをそのまんまここの喉のね、この辺のところね、頸部のところバーってなってるのとか、ここら辺とかね、結構きついものがあると思うんだよ、ね、でやっぱりね、その打たれ方っていうか、まあやっぱり傷だよね、傷のところを見て、状況を見て、やっぱりすごかったんだと思うよ、本当ね。で火消し部隊がその血が何にも出てないとかね、傷がないとか、終戦の休みで広げた人もいると思うけども、そこのところをそっちに持ってきたがってた人もいたよね、当時ね、でも実際に現場ではそういう状態になってしまう。ただ救急隊がねそれなるっていうのは、ちゃんともう見慣れてるはずなんで、だよっぽどおかしなというか、まあミステリーな傷だったんじゃないの、きっと。まあ通常ではねえ、何かあったんだろうね、本当ね。まあそこのところがね、今後の課題だね。一体何があったんだろう。その PTSD になった人たちが意外と多いっていう。でもなぜその理由ね、いろいろ想定されること、まあ記事を見ていても、これだっていう明確なものってあんまないんだよね。その人たちのなんかインタビューかなんかがないと本当わからないんだよ。本当に1人2人3人ではないで、ね、結構出てるんで、そうするとやっぱりその救護に当たっていた人の PTSD はじゃあ何を見てなってしまったのか、そこだよね。その PTSD にまでなる、トラウマになる、精神的に来るっていうと、よっぽど通常の事故とか病気では考えられないような、どんなものを見てしまったんだろう、本当に精神的に来るような何を見てしまったんだろう、ね、そこのところがね、今後の課題だね、謎だね、っていうね、悲鳴も課題なんだけども、ね、まあそれはそれ、ね、それはそれ。ただ今回はこの魂の抜けた瞬間を見た多くの人たちがいる。
この状態から、倒れた状態から支えて起こして、この状態で支えてる間に魂が向かってね、旅立った。だからこそずっと支えて、でゆっくりゆっくり持ってきてのね、本当粗相がないようにそっとそっと、あのかなり力がいるよ本当。だからあのメガネの人も本当に大変な大役だったと思うよ、持てた方はね。本当だね、本当一番大変な役だし、本当支えていてね、手の中で安倍さんが亡くなったって、まあ結構ショックなことだと思うし、まあ、あの方がね PTC になったかどうか分かんないけど、本当その場にいた人たち、まあ、かと思えばね、本当、まあ、意識遠のかれたんですよね、まあ、かって大丈夫な方もいるわけで、ね、まあ一時ね、ああこの人こうなんだってこうやって見た時に、この人だけがものすごいアクションが、ね、多かったから、なんか一回この人も注目を浴びたけどね。でそれがあるから、おそらくこの方はインタビューを受けてたんじゃないかなと思うんだよ。あなたなんかしてたんじゃないのみたいな、まあ、でもあなたなんか知っていたとしたら、あそこのすぐ後ろは危なっかしいから、ちょっと離れるよね、本当ね、危なっかしいからね。そう考えるとやっぱりこの人の行動っていうのがものすごい怪しいんだよね。この人は実際ここにいたんだか、こっち側からこっち側に移動してスッと逃げていったんだよね、これがね。そんなわけです、ね。まあ、今回はとにかくその安倍さんの亡くなり方はこうだったんじゃないかなと思ってずっと考えてました、今日はね。どの状況が一番現実的なんだろう、そのどの段階で行かれたんだろう。だ本当その行かれる前に手をこうやって合わせることってあんましないと思うんだよ。楽な状態にはしてあげるけど、もうこれって完全にもう行っちゃったのを確認するからこうして一応やってると思うんだよね。だからもうそれをみんなが確認した後なんだよ、あれはね、支えてるけど。だからあの方はその歯を食いしばってたっていうよりも純粋な方なんだよ。おじいでもやっぱり命がねえ、パッとこう魂が抜けた時ってやっぱ涙出てくるからね、本当ね。皆さんもそういう経験はしてる人もいるでしょう、ね、それがやっぱりね、その自分の身内だと涙が出てくるぐらい悲しいけども、そうでなかったら悲しくないという人もいるかもしれないじゃん。でもおじいはいつも言ってるように、そのね、子供たち見てる前で両親殺されちゃった、あの話をするために涙が出てくるんだよ、本当に。他人事で一回も会ったことないのにね、本当ね、そのまして安倍さんでしょ、ね、ものすごく国民から親しまれてたね、本当に、まあ、いろんなお茶目な面もあってね、いろんな番組も出てたしね、結構国民にフレンドリーだったからね、まあ親しみのある元総理だったんでね、やっぱりそういうのを知ってる国民も多いけども、あそこ の選挙関連の人たちっていうのもやっぱりもっと思い入れがあるよ ね。あの黒目穴の人も本当にすごい悲しかったんだと思うよ。今分かったけども、本当笑ってるっていうのは本当心ない。あの時ってなんだっけ、暗い指数アクターだっけね、
であの安倍さんが亡くなったのをこう笑ってるってね、本当にそれを言ってた人たちって懺悔者だと思うよ。おじいは今日本当それ考えてビビビッと来て、本当ね、おじいは笑ってない、そうやって動画では言ってたけども食いしばってたんだと思うと、本当にね悲しみを食いしばったと思う。でそこに気がついた視聴者さんもいるし、ね、だおじいはその安倍さんがいつどの段階で亡くなったのかっていうのは、この桜井さんのコメントを見てそれで分かったんだよ。でこれを何日も前からねおじいずっと言ってたじゃん。でも昨日こうなってないのに気がついて動画にして、それで今度はその亡くなった瞬間、それをどの段階なんだろうって考えてる時に、この桜井さんを何度も見直して、この何か喋るとどうやって喋れるんだろうっていう、あの状況で何か喋ろうとする、でも口が見えてないと、だこの段階でみんな覗き込んで喋ろうとしてるの見ないから、やっぱり起き上がってこう、でもこうなってる時はすでにこうなってるから、やっぱり腕の中、そうすると支えて頑張って支えて持ってた、ね、まだ意識があった、意識があってこう寄せた、ね、そこで喋るとしてその手の中で亡くなった、これはね、やっぱり涙が出てくるよ、涙が出るぐらいやっぱ悲しいしショックなことだよ。そこをああってすごいこらえているね、本当。でもすごい気持ちが純粋な人で、本当にね、耐えようとしてたんだよ、ね、でそれがね今日ああそうだったのか、そうだなって思った時に、やっぱり、それがもう真実だな、こういう亡くなり方をしたんだなっていうのとともに、やっぱり日本国民の、そのなんかやじっていうのかな、安倍さんのそういった状況に対して、安倍さんに対してと、あと一生懸命救護をねしていた人たちをそうやって笑ってるとかね、いろいろそういうネタにしてやっぱやじる人もいるわけだよね。やっぱり今の日本ってちょっと真剣に問題だなと思ったね、本当に国民性として恥ずべきとこだなと思うよ、本当。それを思うとちょっとねやりきれなくなってきた、おじいもね、だ本当ね、あの黒い眼鏡の方ね、オレンジ色のね黄色い服か、だから本当ね、あの方を一瞬でもね笑ってたんだってね言ってた人たちは、本当に心の底からね謝った方がいいよ、謝る気持ち、本当に表面上でさ安倍さんがって言ってるわけでしょ。でもそんな安倍さんをね最後本当抱えて見届けた人なんだよ、ね、だ本当は感謝の気持ちでねありがとうってこう言わなきゃならない人に対して笑ってたんだっていう、それはそれ以上のたくさんの国民がそれをネット中で晒せたわけで、そういうものも原因で PTSD になってしまわれた方もいるでしょう。
精神的にと思うよ。本当ね、安倍さんのことを思う、そういうふうにそれを表にちらつかせながら、そういう、まあ、陰謀論というかなというか、その心ない決めつけ、ね、そこは、まあ、まあ良くないなと思ったね。本当ね、いろんな疑いっていうのは本当に何か狂気を持っていたとか、まあ、例えば誰がどういう利益があるとかね、そういうのがあるかもしれないけど、やっぱりそのおじいも最初から言ってるように、その表情で写真の一コマで笑ってるように見えるっていうのは、本当にそこの空間のワンシーンでその表情をどんな意味だったのか捉えるというのは難しい。本当ね、おじいもそのカメラは得意ではないけども、カメラはいくつか持ってるしね、 今だけでも3台カメラあるし、それまでね、マニュアルでパナソニックのカメラとか、カメラだけでも結構コンテンツ買い替えてきたんだよね。本当ものすごいいっぱいカメラ買い替えてきたからね、使いこなせないけど、だそのワンシーンワンシーン、その表情を撮るのはね、ほんの一瞬連写でここの一枚がっていう、連写の中から同じような中から一個探すのって結構楽しみもあるんだけど、その偶然のワンシーン、それをね、本当ただこう見えるっていうのと、その本当に真逆、本当に感謝するべき人を責めていたっていうので、おじいはそこに今日気がついたけど、他の人は気がつかないよね。だって安倍さんがこういう状態で検証通り反対向いてこんななってないし、こうなってたわけだし、でこうなって倒れなかったんだから、支えてて頭がここに赤い横に行った、そのまま寝かせたっていう、それまでこう持ってたあの写真からもう間違いないわけでね、位置関係が、ね、だから支えられて起きてて、ね、この状態で、ね、大丈夫ですかみたいなことを届いてっていう、これは逆に苦しい話なんで、逆にその場に現場に寄ったらこうなってる安倍さんを起こして、こう楽こうとりあえずこの形の楽な姿勢でね、起こした形で、逆に これ以上角度がいくとここに力がかかるから苦しくなっていくから、でおまけに呼吸とかね、そういうのも苦しくなるし、怪我をしてるとね、ただとにかくこの心臓の高さの位置とかもあるけれども、こうやって支えてあげるっていうのがね、おそらくね、その救護に関して、まあ、やってる人はね、そういう人スタッフたちってそういうのって習ってやってると思うけれども、少なからず救護する時って何でもそうだけど、支える時ってこの状態で支えてあげるし、角度がきつくなればなるほどもう大変だしね、自分がやってみれば分かる、そのこの角度を超えたらバターンって寝ちゃうまでの間って一番苦しいから、状態がで上になっちゃったら、通常の人はいいかもしれないけど、怪我をした人って一番伸びた状態って一番苦しいから、だから時にこうなってる安倍さんをとりあえず大丈夫ですかって感じで、でこう支える、これがこれ以外の方法がないから、本当で魂が抜けて意識が遠のかれて、それがみんな見ていたんだね。だから喋ろうとして遠のかれたっていうところが、もうこれがもう全てを物語ってる、ね、何か喋ろうとしていたんだけれども、ふっと意識が遠のかれた、この状態でみんなが見える状態だよね。何か伝えたいこともあったかもしれない、こうやって喋ろうとした、ね、だから余計に支えていた眼鏡の人は
所領を支えながら見てるわけだから、で何か喋るとしてるのをこうやって聞こうとしてるわけだから、やっぱり、気持ちが優しい人だと思うし、感情が込み上げるよ、ね、だね、本当に、で、そうだそうだ、そうに違いない、本当だ、笑ってるように見えるとかね、あのいろんな人がいたけども、そこはね、反省すべき問題だと思う、おじいは、ね、だんだん見えてきた、おじいも、その場の状況が、ね、おそらくこれも 99.9% その流れだったんだろうなと思うし、後からその関係者の、まあ、今だからねやっと話し気になれたみたいな、いろんなインタビューなんかが出てくるんじゃないかなと思うけど、おそらくそういう状況だったと思う。でそのそれまでの安倍さんがこうなった時にこっち側を振って、で山上容疑者がと捕まってるね、その時にちょっとしたから「っていうのがあったけど、その女の人が見たのは、このフライを振る前にこうして、で SP の人も来てるけども、でこう支えて、でもそれまでの間に間な、起こして喋ろうとして魂が抜けるまでの時間にしてはないな、 あれは早すぎるな、やっぱな、それはないな。そこのみんながあーってなったのを見て、へーってなったのかなって今一瞬思ったけど、そんなに早くない、ね、こうやって振って山上の時にちょうど追いついてるぐらいで、で黄色い服とオレンジの服もまだ駆けつけてる時だからね、だちょうど黒服の人がどういう状態かわからないけど、またその後言っちゃうけど、多分引き継いでから行ったと思うからね、すぐだからすぐあそこの人たちがオレンジの人もほらすぐ駆けつけようとしたでしょ、だからその時間までの間だから、あの人が行こうとするまでにへーってのがあったか ら、タイミング的に早い、だからやっぱ黒服の人の段階だから、やっぱり悲鳴はね、そのタイミングしかないんだよな、本当、ね、はい、そんなわけで、どうでしょうか、ね、昨日に引き続いて安倍さんはこうなっていなかった、ね、その状況で、さらにそこからこの証言からこの状態で支えてる状態で行かれた、でゆっくりゆっくりね、もう完全な死体になっちゃうと、もう全部力抜けてるんだから、余計こうやって硬直して踏ん張ってる力も全部 100% かかるから、重たいもんだよ本当、でその行った瞬間をみんな見てるわけだから、その悲しみ、あー安倍さんが行っちゃったって、あーっていうその気持ちでいっぱいで頭支えてね、悲しみと戦いながらね、安倍さんを寝かせてその後に引き継がれるんだよ、ね、その気持ちを持ったら、ね、精神的に来る人たちもいるよ、本当ね、そう思うよ。どうでしょうこの流れ、そういう流れだと思う。だからそれだけにそういうストーリーがあるのに、奈良県警の現場検証ではこうなってベアーズで、こっちもってベアーズ、ふざけた現場検証があるわけです。だから余計怒りが込み上げてくる奈良県警に対して、そう思いませんか皆さん。はい、
そんなわけで今回は魂の抜けた瞬間を見た多くの人たちね、やっぱりその瞬間を見ると PTSD になる方も出てくるよ、ね、本当にね、おじいが一番心配なのはあのメガネの人、ね、あの方が本当日本国民全員から感謝の気持ちとありがとうって伝えなければならない人なんだよ、ね、一番ありがとうを言わなければならない人に向かって一番ひどい言葉を浴びせていたんだよ日本国民は、ね、恥ずべきことだと思います、ね、これがおじい今日ずっと真相をたどっていって分かったことです、ね、どうでしょうか皆さん違う、ね、今日一日中考えてて何度も何度も状況を考えながらこれが答えです、ね、はい、そんなわけでね、皆さんの意見もまたお寄せください。以上です。またね、バイバイ。